私の名前はパニコ、23歳の会社員です。私の趣味はオンラインゲームで、家でもよくゲームをして過ごしています。夫のケンタとはゲームの世界で知り合いました。リアルで何度か会ううちに意気投合、お互いに運命の出会いでした。休日に二人でゲームを楽しんでいる時が至福の時間です。でもそんな私をケンタの両親やお兄さんはネクラな女と呼ぶんです。ケンタは気にするなって言いますが、毎回からかわれて嫌な感じ。義兄は未婚で、実家に義両親と一緒に住んでいます。実家に帰るたびに顔を合わせなければいけなくて、ちょっと憂鬱なんですよね。家でゲームしてる女ってキモいし暗いよな。男ならまだしも、女でオンラインゲームってどうなのよ。お酒が入ってくると義兄は必ずこの話題を出してきます。私たちが結婚する時も、出会いの場がゲーム内として大反対。いやらしいチャットや掲示板と勘違いしてるみたい。だって今は女性がオンラインゲームとか普通だし、 e スポーツって世界的な大会とかもあるから、もう昔みたいにオタクの遊びじゃないんだよ。ケンタはこうやってきちんと説明してくれるんですが、義兄は納得しない様子で、ま、俺にはよくわかんない世界だな。俺なら嫁がゲームオタクとかないわ。なあ、母さんもそう思うよね。そうね、ゲームが趣味の女の子なんて男ならまだしも人様には言えないわよね。別に私オタクじゃないしネクラでもないですよ。あえて明るくおちゃらけて言っても二人とも無視です。時代錯誤のこの人たちには何を言っても聞いてもらえません。ごめんよパニコ、あの人たち世の中の変化についていけないんだよね。なるべく会わないようにするから我慢してくれよ。ケンタがそう言うのであえて反論しないようにしています。でも義両親の家は我が家のすぐ近く、顔を合わせる機会が多いんですよね。私たち夫婦はとても可愛い男の子を授かりました。ケンタにそっくりな顔をした子は翼という名前です。初孫の誕生に義父母も大喜び。パニコさんありがとう、こんなに可愛い孫を産んでくれて。私のことをオタクとかネクラとか言ってたことなんてすっかり忘れている様子。毎日のように翼の顔を見に来ます。でも最近私にはちょっと気がかりなことが。2歳を過ぎた翼は他の子より少し成長が遅いような気がするんです。息子さんは自閉症スペクトラム障害だと思われます。発達障害の一種ですね。診断結果を聞いた瞬間、目の前が真っ暗になりました。まさか私の子供が発達障害だなんて。本やテレビで見たことはありますが、一体どうすればいいの？ケンタと私は毎日遅くまで話し合い、翼の将来について悩み、運命を呪って涙を流しました。でもそんな時でも翼はとても可愛らしく無邪気に微笑んでいるのです。その顔を見たら悩みなんて吹っ飛んでいきました。悩んでも仕方ない、俺たちでこの子を幸せに育てていこうよ。そうね、翼は私たちの可愛い子供、愛情いっぱいに育てようね。私とケンタは翼に精一杯の愛情を注ぐことを誓いました。しかし義両親と義兄の反応はひどいものでした。え？発達障害？ちょっとどういうことなの？翼だ、自閉症。ええ、お医者さんにそう診断されたんです。私の言葉に義兄は声を荒げて怒鳴り始めました。おい、お前の遺伝子がろくなもんじゃないから障害のある子供が生まれたんだ。え？私のせいなの？何言ってるんだよ。これは誰のせいでもないだろう。いいえ、パニコさんのせいに決まってます。そうだそうだ。このネクラ女め、絶対に何か問題があると思っていたんだ。やっぱりイカれた女だったんだな。このアホ嫁が子供もまともに産めんのか。こうして義父母と義兄は私を罵倒し責め立てました。私はあまりのことに唖然として言葉もありません。信じられないよ。寄ってたかってパニコにそんなこと言って。
もうこんな家おさらばだ。あんたたちとは縁切りだ。頭にきた健太はこう言い放つと、私と翼の手を引いて三人に背を向けました。ああ、こちらこそ願い下げだよ。障害のある孫なんていらないよ。近所の人にバレる前にとっとと出て行っておくれ。なんということでしょう。昨日まであれだけ翼翼と可愛がっていたのに。そうだ、身内に障害者がいるなんて知られたら恥ずかしい。二度と連れてくるな、この疫病神め。まともな子供も産めないネクラなオタクめ。三人の罵声を背に受け、私たちはキロへ着きました。ごめんよパニコ、自分の身内があんなひどい奴らだなんて情けないよ。ううん、私はケンタと翼がいてくれたらそれでいいの。大丈夫、三人で強く生きていこうよ。うん、そうだな翼、パパとママが守ってやるからな。その後私たちは引っ越しをし、ケンタの実家とは距離を置いて生活するようになりました。親戚の集まりで年に一度くらいは顔を合わせていますが、それ以外は一切連絡を取っていません。翼は13歳になり、特別支援学校の中学部へ通っています。自閉症スペクトラムの翼は人とコミュニケーションを取るのが苦手ですが、小さい時から私たち夫婦がゲームをしている姿を見ていたせいか、翼はオンラインゲームに非常に興味を持ち、放っておいたらいつまでも集中してやっています。週末はよく家族3人でオンラインゲームに興じています。いろいろとこだわりがあるし気難しいところもありますが、翼のおかげで私たち家族はとても幸せな毎日を送っています。でも一つだけ問題が。翼の通う支援学校は義両親の家の近くなのです。通学途中にあの人たちと会ってしまう可能性が。私が心配していた通り、ある日翼の手を引いて歩いていると、向こうから義母がやってきました。ああ、お母さんこんにちは、お久しぶりです。声をかけた私を義母は完全無視。それどころか険しい表情で私を睨みつけ、すれ違いざまに舌打ちをされました。じゃあいくらなんでもそれはないでしょうが。家族3人家でゲームをしていると玄関のチャイムが鳴りました。はーい、どなた？ドアを開けるとそこには義両親と義兄の姿が。挨拶もせずにずかずかと上がってきました。ちょっとパニコさん、こないだ私に話しかけたでしょ。いきなり詰め寄られ私はタジタジ。そりゃあ一応義母ですもの、挨拶くらいはしますよね。そういうことは一切やめてくれ。近所に翼のことが知られるじゃないか。うちの近所をうろつくなんて嫌がらせか。どっか別の学校へ行け。まだそんなこと言ってるんですか。別の学校へ行けって。私は唖然として開いた口が塞がりませんでした。あまりに身勝手な物言いに健太も相当頭にきた様子。はあ、まだ翼を無視する気なのか。翼は立派な俺の子供だし、間違いなくあんたたちの孫なんだぞ。いい加減存在を認めろよ。それに別の学校って、そんなに嫌ならあんたたちが引っ越せばいいじゃないか。いいぞ健太、もっと言ってやれ。そこへ義兄が口を挟んできました。俺たちは障害者なんて親戚と認めないからな。だいたい13歳にもなって親と学校なんて一生面倒を見ないといけないんじゃないか。それに比べて俺の娘の遥かなんて。義兄はあの後結婚し、今では9歳になる娘がいるそうです。親戚の集まりでもいつも自慢して私たちにマウントを取ってくるんですよね。小さい頃から英会話を習わせているし、水泳とバレエも通ってるんだ。何でも一人でできるし、勉強もトップクラス。オタクの出来損ないとは大違いだな。そうよ、うちの孫はお兄ちゃんちのはるかだけで十分。優秀な遺伝子をしっかりと受け継いでくれましたからね。あんたたちの子供はうちの孫とは認めないよ。あんたたちに万が一のことがあっても絶対に面倒なんか見ませんからね。そうだそうだ、大体うちの遺伝子で障害者が生まれるわけがないんだ。全てはパニコさんのせいだからな。な
何なのこの人たち。翼の障害がこの人たちに迷惑をかけたことなんて一度もないんですよ。それなのになんでこんなに罵倒されなきゃいけないの。そんなに障害のある身内って恥ずかしいの。頭にくるやら情けないやらで涙が溢れてきました。隣を見ると健太は拳を握りしめ殴りかからないよう必死に我慢をしていました。もういいよ、分かったよ。道ですれ違ってももう声もかけない。本気で縁を切らせてもらうよ。上等だ。あの家は俺がつくから心配するなよ。お前たちみたいな出来損ないと縁が切れてせいせいするぜ。そう言うと義両親と義兄は意気揚々と引き上げていきました。ひどいよ、なんであんなに言われなきゃ。私は思わずおえつが漏れてしまいました。ちきしょう、翼のことを出来損ないだなんて言いやがって。あいつら許せない。健太の怒りの炎がメラメラと燃えています。それにまたしてもパニコのことを見下しやがって。パニコは世界で一番素敵な嫁さんなんだぞ。そんな健太ったらポッ夫の男らしい姿にまた惚れ直しちゃいました。それにしてもあの3人絶対に許せません。こうなったら徹底的にやり込めてやるわ。あの勘違い家族名絶対に許さないんだから。ガガガガガ。私たち夫婦は3人へ復讐することを決めたのです。今日は義両親の住む町の市民イベントの日です。義兄の娘が出演すると聞いてこれは義両親も来るに違いないと健太の友達のお膳立てで私たち家族も招待されました。ステージ上ではいろいろな出し物が披露されています。早くでしたが義兄の娘もまあまあなバレエの腕前を披露していましたよ。さて次の出し物は e スポーツ界のレジェンドゲーマーの憧れパニコさんの登場です。旦那さんの健太さんがこの町の出身なんですよね。お年寄りは何のことか分からずにポカーンと見ていますが若い子や子供からは大歓声が実は私オンラインゲーム界では超有名人、 e スポーツでも日本のプロゲーマートップ10には入るくらいの腕前です。 e スポーツはオリンピック種目にもなると言われていて将来有望な分野なんですよ。はい、皆さんこんにちは。ステージ上に設置された巨大スクリーンを前に私は世界トップレベルのゲームの腕前を披露。観客の度肝を抜いてやりました。プロゲーマーは今や子供たちの憧れ。 YouTuber に次いで子供が将来なりたい職業として注目されていますよね。世界では数億円も稼いでるプロもいるとか。まあ時代は変わってきていますし私は奥までは稼いでませんけどね。いしし拍手喝采を浴び私はステージを後にしました。案の定ステージを降りた私を義両親と義兄が待ち受けていました。パニコさんすごかったわ。私感心しちゃった。大したもんだ。あれだけの腕前があれば世界も夢じゃないな。義兄の娘のはるかちゃんなんかキラキラした目で私を見つめちゃって。パニコさんが親戚だったなんて知らなかった。パパったら全然教えてくれないんだもの。パニコさんが親戚だなんて学校中に自慢できるのに。もうなんで教えてくれなかったのよ。私がサインをしてあげるとはるかちゃんは満面の笑みで早速友達に自慢しに行きました。娘に怒られた義兄はシュンとしています。ところでパニコさん、ずいぶん稼いでるみたいだけど実はお願いが。来た来た。思った通り義両親は私の稼ぎを当てにしてきましたよ。そこへ翼の手を引いた健太が登場。母さん、調べばついてるよ。父さんと二人でパチンコにはまって借金まみれだそうじゃないか。おまけに兄さんまで一緒になって朝早くから三人でパチンコ屋の前に並んでるって近所の噂だよ。健太が地元の人に聞いたところ三人はすっかり借金漬けのギャンブル生活にはまっているらしく実家の土地も家もすでに抵当に入っているそうです。そんなほんのちょっと貸してほしいだけなんだ。だって随分と稼いでるんだろう。あら、
皆さん私の趣味をあんなにけなしてたのに、自分たちはパチンコなんて高尚な趣味をお持ちですもんね。そんなこと言わないでさ、ほら貸してくれたら翼の面倒だって見てやるよ。万が一の時親戚がいた方が安心だろう。はあ、親戚面すんなって言ったのはそちらなんですけど。いいえ結構です。翼は自分の面倒は自分で見れますから。何強がってるんだよ、翼なんて何もできないだろ。面倒見てやるからちょっとだけ金を貸してくれよ。いやムカつく。あのですね、翼はもう自分の力で働いてるんです。はは、わけわかんないんだけど。今の時代、翼みたいな人の能力が買われているのご存じないのね。どんな些細なミスも一発で見抜ける集中力とこだわりが IT 業界でもてはやされているのも知らないのね。自閉症スペクトラム障害を持つ人の中には並外れた集中力で瞬時に間違いを見抜く能力を持つ人たちがいるんです。翼もその中の一人というわけ。翼はね、私のゲーム仲間にスカウトされてハリウッドの仕事を受注しているのよ。視覚効果のプログラミングに翼の能力がうってつけなのよ。最近は日本でも自閉症スペクトラム障害の人を採用する IT 企業が増えているようですが、ハリウッドでは何年も前からこの才能を高く評価しているのです。日頃から私と一緒にゲームをしていた翼の能力に海外の友人がいち早く気づいてくれました。ハリウッド?映画の仕事?義母は話の展開についていけない様子です。そうだよ、翼はもう自立して自分で稼いでるんだよ。あんたたちが見下して罵倒した障害のおかげで天才と呼ばれてるんだよ。天才?そんな。私たちの前にひれ伏した3人ですが、その後もしつこく金を無心し、さすがの私もブチギレました。ギャンブルで作った借金は自分たちで責任持って清算してください。そもそも私たち親戚じゃないんですよね。とっくに縁が切れてるはずですよね。道で会っても二度と話しかけないでちょうだい。そう言い放って私たち家族は会場を後にしました。義母の泣き叫ぶ声が響いていましたが、知ったこっちゃありません。全部自業自得、因果応報ですよ、ざま。その後借金がバレた義兄は嫁に愛想をつかされて離婚。当然親権は奥さんの元へ。ギャンブル癖がバレて娘にはすっかり嫌われてしまったようです。再び実家へ戻ってきたものの、家も土地も奪われて住むところもなく、親子3人はボロアパートの一室で身を寄せ合っているみたいですよ。そうそう、借金返済のため親子仲良く郊外の工場で朝から晩まで重労働に勤しんでるって。ほんと仲良しなんだから。翼と私は親子ゲーマーとしてすっかり有名になり、今や同じ障害を持つ人たちの希望の星です。翼が楽しそうにゲームをしたり仕事をしている姿を見るのが私たち夫婦の一番の幸せ。このままずっと家族で幸せに暮らしていきたいと思っています。パニコ、もうすぐ夏休みだから翼を連れてハリウッドにでも行こうか。行きたいのは山々だけど飛行機はちょっと無理かな。え、なんで？理由は私のお腹に聞いて。え、二人目？そうよ翼、もうすぐお兄ちゃんになるの。どうやら妹みたいよ。やった、女の子か。もう名前も決めてるの。パニミっていうの、いい名前でしょ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。